ですね、丸の一番はですね、風邪かなと思った次の日から不眠になってしまったと。この方はですね、棒灸で、棒状のお灸で、その棒状のお灸の先端に琵琶の葉っぱくっつけて琵琶灸っていうのをやる人なんですよ。これは僕も面白いから随分勉強しました。ただね、棒灸で琵琶灸やるともう天井が真っ赤っ赤になるんですよ。それでね、煙に弱い人、喘息の人やなんかはもうこれでむせてダメなんですよ。で、何年かやりましたけど結局もうやらなくしました。皆さんでもこの琵琶灸はいいですよ。痛みも取りますしね。がんの患者さんやなんかはその痛いところずっとこう琵琶灸やったりします。で、これをこの患者さんは自分のその琵琶灸の本かなんかこう見たそうなんですよ。まあ冊子があってね、でそこにね、首の付け根こう大椎をやればいいって書いてあるんです。まあここは咳のツボでもあるんですね。ただここでよく言うようにですね、大椎はあまり強刺激をすると良くないんですよ。そこは書いてないんです。なぜかというと、その琵琶灸の本にですね、交感神経がとか副交感神経がとか書いてないわけですよね。だから風邪の咳にはこういいだろうと、まあ、実際いいです。肩こりを取ったりとかこの辺の治療すると咳が取れてきます。でもやっちゃいけないのが、大椎を強刺激してはいけない、強く刺激してはいけない。その人は、もうより一生懸命治りたいもんだから、もう一生懸命こう琵琶乗せちゃう、自分でね、こうちょっと棒灸で刺激したんです。やりすぎた。夜全然眠れなくなって、朝まで目が覚めてるんですね。で、このやりすぎかどうかっていうのはですね、眠たいのを我慢して起きてるんじゃないですよ。寝なくてもいいんです。もう目がスパーンと覚めてるんですね。目が覚めてますっていうのはどういうふうに言います？漢字で書いたら何て書いてあります？目が覚めてるっていうの、目覚め、目覚めっての漢字二文字で書くと、そうそう、覚醒ですよね。だ、覚醒剤っていうのがあるでしょ。あれやったのと同じなんて、目がスパーッと覚めて疲れが全部なくなるんですね。逆に言うと眠れなくなる、どんどん痩せてくるんです。交感神経が異常興奮するということなんですよ。これあんまりやってはいけないんです。で、よっぽどの時に分かった人がやるんだったらいいんですけど、あんまり知らない人がですね、まあ皆さんは大丈夫ですよ。限度がこうあるなっていうのを知ってるからですね。限度知らずに一生懸命やると、こういうこの症例1のような方になります。まあ気をつけてください。